はい、こんにちは、海坊主です。今回ですけどね、 GT3 オンリーのレースとなってます。で、登場する GT3 車両はね、まあ全部の年代って感じですね。いろいろね、年代ごとによってまあその BOP とかも多分分かれてるんだろうけど、まあ一応ね、全ての年代の車って感じになってますね。で、今回俺が使用する車はアウディの R8 ですね。はい、ちょっとね、久々なんでね、うまくいくかってところですけど。で、サーキットはね、ニュルブルクリンクのグランプリコースとなっております。はい、さーっとしましたけどね、とりあえずね、1コーナーで突っ込むのはやめたいと思います。ですのでね、早めにアクセルオフしてね、どうせね、1コーナーぶっ詰まるんでね。あれもうぶっ詰まってる、ぶっ詰まってる。はい、じゃあアウトから行きましょう。ほら、だからね、今ヨーロッパのレースからはね、なくなってしまったであろう GT3 のね、GTR がいますね。そう、まだね、国内のね、GT300 ではね、走ってますけどね、海外ではあんまりいないみたいですね。ほとんどいないのかもしれないですね。ちなみにGT ワールドチャレンジのね、公式ゲームですけど、2020年から21年、もう GTR は登場しなくなっちゃってますね。2019年までかな。で、最後まで残ってたのがね、日本車で残ってたのが、まあホンダとかレクサスも残ってたけど、なくなってしまったってことでね、ちょっと残念ですよね。だけど最近のね、本当トヨタってすごく意欲的ですよね。あの、本気でね、 GT3 のチャンピオンを取りに行くぞっていうことで、あのレクサス GT3 コンセプトみたいなやつを出しましたよね。どっちかっていうとね、シルエットがね、あの AMG GT に近い感じで、ロングノーズのショートデッキみたいなね、スタイルになってますけど、あれはちょっとね、まだコンセプトモデルだけど、出来上がったらかっこよさそうですよね。はい、ちょっとね、レースの方はね遠慮気味に行ってたらね、本当にただついてってるだけになっちゃってますけど、ダメですよね、ちゃんと抜いていかないと。はい、とりあえずね、1周目無難に戻ってきましたね。問題はね、ここから先をね、ぶつけずにいけるかってところですけどね。いやいやいや、今の卑怯でしょ。人のブレーキをね、人の前に割り込んでするのは絶対違反ですよ。ギリギリ止まれたからよかったけど、ちょっとね、ターンインミスりましたね、思いっきり。いや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 、ちょっとブレーキ早いかな、思いっきりぶつけちゃったよ。あれ、ちょっと久々のね、ニュール難しいですね。思いのほか苦戦してますよ。はい、まあとりあえずね、ここのコーナーで GTR はね、料理できるでしょうって感じですけど、問題はね、この先ですよね。で、目の前の車はあれですね、まだ最近追加されたばっかりの M4GT3 です。結構ね、やっぱこの車速いんですよね、 M4GT3。だけどね、俺も使いたくてしょうがないんですけどね、あればっかり使ってもしょうがないと思うんでね、できる限りね、まんべんなく車を使っていきたいと思います。まだまだね、リハビルの道はちょっと遠いなって感じはあるんで。前の俺だったらね、
すげえサク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 抜いてたと思うんですけどね。まだ5台しか抜いてないですもんね。ちなみに AI の強さはね93のままですね。普通に突っ込むとあんなもんですね。いかにね AI がねブレーキ速いか分かりますよね。1コーナー、まあ前にぶつまってるだけなんでしょうけどね。とりあえず奥のヘアピンの手前でパスって感じかな。前の車は詰まってますね。 M6 ですね。 M6 立ち上がりあんな早かったっけって感じですけど、ちょっと無理やりなブレーキングだったけど、まあまあまああのぐらいはね許してくださいよ。やっぱりね久々だとね、今回アグレッシブセッティングで行ってるんですけど、久々アグレッシブセッティング難しいですね。多分あれこれ NSX かなんかに引っかかってるでしょ。あの集団の前の方はね誰もいないですもんね。ちょっとねあんま無茶やめましょう。とりあえずね NSX のおかげでねぶつまってるんでね、1台ずつパッシングしてってるみたいですけどね、あのマップ見てると。この NSX 俺もねそのままペロリといただいちゃいましょう。カストロールカラーでねかっこいいんですけどね、だいたいね NSX が走る試験で結局ねこの集団3台前の車モチュールカラーの NSX と落ちね。あーギリギリ止まれた、よかった。いい感じで立ち上がれましたね。NSX もペロリといただいちゃいましょう。いやいやもうアクセル抜きすぎだよ、卑怯くせえ。ほんとにお前減速しすぎだから嫌がらせだよあれは。よしとりあえずねこれで NSX 抜けば前はいなくなるんですけど、いなくなりすぎですよね。見えないもんね前の走ってる車。まあでもねここからはねしばらくタイムアタック的な感じでねいけるんで、たったここだけのセクションでもう1秒早いですもんね、前の枷がなくなっただけで。
こだけで2秒ですね、2秒。伸び伸びって気持ちいいですね、やっぱり。まあ逆に言うとね、ああいう中でね、いかにペースを上げられるかっていうのがね、やっぱ重要なんですけどね。重量重い状態でね、2分1秒だったらまあまあでしょう。ホットラップではね、2分切ってたような気がしなくもないけど、前追いつかないですね。逆に言うと後ろから追いつかれてる。だいぶ前の方にね、米粒ですもんね。あ、やっちった。巻き戻しして、危ない危ない。遠赤ちょっと乗りすぎですね。遠赤高いんでね、あんまり使えないの分かっててもね、ついつい行っちゃうんですよね。あとね2周ぐらいだと思うんですけど、全然前に追いつかない。よし、今度は綺麗に立ち上がれた。うまくいけばね、さらにタイム更新ですね。ちょっと躊躇したな。よし、最終コーナーもね、なんとかギリギリうまくまとめられましたね。まあこの燃料でね、この2分フラットぐらいまで持っていけたんだったらまあまあでしょう。オーバースピード、オーバースピード。あ、それでも一応短縮なんだ。さあファイナルラップ、一応ねケツには追いついたかな。追いつくだけで終わっちゃったけど、追いついてもないか、正確に言うと見えただけって感じ。もうちょっとね、できる限りね接近していきましょう。地味に難しいこの S 字ね。あー跳ねてね、ダウンフォースが完璧に抜けちゃったって感じですね。本当にね、せっかくねうまくいってたのにね、ダメじゃないかって話ですよね。まあまあそこら辺がある意味俺っぽいっていうか、カーオンザライト、フィンオン
ィニッシュです。はい、もうね、今回のレースはね、すべて NSX に持ってかれたかなって感じですよね。あれでね、本当に分断された感があったんでね、こっちのペースも上がらなければ前はどんどん逃げていくしみたいな。はい、ってことでね、今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。